皆さんこんこにちは、えー、本日ですね、スプリングトレーニング、えー、最後の試合ということで、まあ、大谷さん、前日投げてるんですけども、えー、やはりね1打席しか回ってこなかったということもあって、まあ、本日もね、えー、出場しまして、えー、2番 DH ですね出場しております、えー、結果から言うと、えー、2打数1安打ということで、えー、ドジャースのねダスティン・メイ、えー、速球派のね、まあ、いいピッチャーなんですけど まあセンターにね、えー、打ち返しまして、えー、最初の打席でセンターに打ち返してまあヒットで、2打席目もですね、えー、いい当たりで、まあ、セカンドゴロでね、まあ、シフトの敷いていてです、ねえー、ラックスですかねまあいいプレーしてまあね、アウトとはなったんですけどもまあギリギリの内野安打じゃないのかなっていうレベルの、えー、ものでしたね。なのでまあ そのねスプリングトレーニングで何回もねそういうファーストギリギリっていうのはあったんですけどまあチャレンジとかねしないのでまあ、アウトはアウトっていう感じなんですがシーズンになったらね、えー、ちゃんと見てセーフ気味だったらチャレンジしていくと思うので、まあ、今年は悩んだ増えるんじゃないかなとちょっと思っております。でまあ去年も別に。 足が遅かったわけじゃないんですけどやっぱりこの膝の状態がね、あんまり良くなかったっていうのもあるのかなと思いますしねなんか今のところ今年は早い気がしますよね余計に早くなったっていうことではないと思うんですけどもまあ状態が良くなったので、まあ、走りやすくなったのかなっていうのはねあってえ普通のねゴロでもまあセーフだったり まあ、アウトっていう判定なんですけどもセーフ気味だったりっていうのが結構あったのでね、まあ、今年はその辺も含めてこうヒットに、ね、なっていけば、まあ、率もこう数字上は、ね、上がっていって、まあ、出塁率も上がるしいいんじゃないかなと思いますね。それで、まあ、打撃の方なんですけども好調すぎて、ね、怖いなんていう話をしましたけども。 まあ結局、ちゃんと出た試合では全部ヒットを打ったということになりまして、まあ、昨日はピッチャーのでラで乱調しちゃって1打席しか回ってこないような状態でね、まあ、三振で終わ,った終わってしまったんですけどもその他はです、ねまああの打順が、ね、野手としてこう出て、まあ、1回、ね、ピッチャーと二刀流でもヒットを打ったりしましたけども。 まあ、野手として DH だけで出た試合は、まあ、全部打ったっていうことになるんじゃないですかね。なので、こうまあ、一時ね、打率6割とかありましたけど、まあ、そこからはね、5割台には落ちてますけども、でもそのままスプリングトレーニングが終わったということでですね、まあ、すごいですよね、5割台でも。で、この状態がね、まあ、 いいですよね、状態が悪いわけないので、でまあ、去年がやっぱり良くなかった分、ひ、まあ、膝のこともあったしいろいろ何か原因はあったんでしょうけどもね、それをこうオフの間にいろいろと取り組んできて、まあ、いい状態になったのかなと思いますし、ひ、まあ、膝も、ね、良くなってるので、まあ、軸足に乗ってるっていうのもあるみたいなんですけどもね、まあ、でもそれだけじゃないとは思うんですよね、ホームのとことか。 ボールの見方とかいろいろあると思いますけどもまあバットにね当たっている内容がいいというかねちゃんと当たってるんですよね音を聞けばわかるんですけどもしっかりとねファールの時もまあいい感じで当たってファールになっているっていう感じなのでね、まあ、やっぱり状態はいいと。で、まあ、こんだけ状態がいいとですねおそらくまあ、シーズン入ってね、まあ、5割は打てないですけどもまあ ちょっととスランプ気味になるる場合もあると思うんですよまあ、波があるのでね、打撃なんていうのは。ただ、この状態がやっぱり良くなったってことは、何かこう調整方法とかね、えーまあ、軸になる何かを見つけたということだとは思うので、まあ一時期スランプに陥ってもね、えー、ずーっと打てないっていうことはないんじゃないかなと思っております、去年みたいにね。で何かこう軸になるものが あると思うので、まあ、それにねまた合わせて調整していって、えー、好調時に戻していくという感じにはなると思うのでね、まあ、今年は、えー、率の方とかもね十分期待できるのかなっていうのと、まあ、長いスランプっていうのは訪れないじゃないかなっていうふうに思ってますね今の状態だとなので、まあ、ホームランもね、えー、このコンタクトがね何、えー、て言うんでしょうね バットのアタックっていうかねコンタクトがいいっていうかで、まあ、打球速度も速いと思うんですよね。なのでホームランも、ね、出やすくなってくるかなと思いますし、まあ、長打も、ね、増えていけば、えー、得点に、ね、絡みやすくはなるのでね、まあ、チームとしても、まあ、そのほうが望ましいと思いますし、まあ、2番に入る予定ではあると思うので、まあ、チャンスメイクとかねして。 で、まあ位で、えー、ランナーがたまってたらねそこで一発っていうのもあると思いますので、ねまあ、いくらでも点は取りたいという感じの、えー、チームになってますので状況的にはですねまあ、その辺も含めて頑張ってもらいたいなと思います。えー、いよいよあさってメジャー開幕ということなので、えー、どうですかねリアルタイムでこう見ながら配信もしたいですけど それは難しいかなただこう、リアルに見ていて、まあ、そのまま感想をしゃべりながら見てそれを動画にするとはいろいろちょっと考えたいとは思いますけどもね、えー、非常に楽しみなのであさって皆さんも開幕戦ね見られる方はリアルタイムで見てみてくださいということで本日ののさんのコーナーナでした、えー、続きましてエンゼルス関連ですけども、えー、クリス・ロドリゲス。 えー、以前ね、紹介したエンゼルスの救世主になるんじゃないかというピッチャーですけども、えー、開幕のね、あのー、オープニングデーの開幕ロースターに、えー、含まれるということらしいので、えー、とりあえずはね、中継ぎだと思うんですけどもまあね、彼をちゃんと入れて、えー、起用するということでね、えー、非常に期待できるかなと思います。それでまあ、あのー シーズン中に使っていって、えー、信頼を得てですねこれはいけるぞってなった場合は、まあ、後ろの、ね、1個前とか8回とか7回とか大事なところを任せられるぐらいのポテンシャルは、ね、あると思ってるんですけど、まあ、その辺は、ね、どういうふうに使っていくかはわからないんですけども、まあ、おそらくその辺に入れると思うんですよね。 でまあ、将来的には先発もやってもらいたいんですけども、まあ、いかんせん今ね中継ぎも不安っていうのもありますし一、まあ、人ね軸になる選手としてこう活躍できると思いますのでね、まあ、頑張ってもらいたいなと思いますでまあねまだ若いのでね、えー、マイナーでもまあ1シーズン怪我とかで出てなかったりして、まあ、経験値的にもねまだ少ないとは思うんですけどもでもいい投げっぷりでね えー、球も速いですし変化球もいいということで、まあ、中継ぎだったら短いイニングだったら、まあ、簡単に、ね、抑えられるんじゃないかなというのと、まあ、三振が取れるというのでね、えー、まあ大事なランナーを背負った場面でも、えー、その辺が生きてくると思いますのでね非常に期待している若手の選手の1人となっております。でね、その前にに作っった動画を見て欲しいんですけども、まあ、上に貼っとくか えー、終了画面とかに貼っておきますのでねぜひ見てほしいんですけどもまあねその、まあ、ピッチャーが、ね、いないいないっていう状況ですのでね、まあ、中継ぎ先発含めそうですけども、まあ、将来的に S 角格になってほしいなっていうのがありますのでねまあ今シーズンは中継ぎだとは思うんですけども、まあ、どんどんこう先発の、ね、今契約している選手が抜けていったときに こうかから取ってこないで彼をこう先発の、ね、軸に、えー、使えるというような、ね、信頼を得られるところまで、まあ、今シーズン頑張ってほしいなと思います。えー、ということでエンゼルス情報でしたけども、えー、本日はねあと、都合さんも出ていたみたいなんですけどもき、まあ、今日は、えー、ヒット打ってないということでね、まあ、もう開幕ね 次がもう開幕戦となりますから、まあ、切り替えて、ですねまあでも投手よりは調子は上がってきてますので、えー、頑張ってもらいたいのとあと、今年の開幕戦はですねダルビッシュさんとマイケンさんが投げるということになっておりますのでまあ、そこも注目なのとあと、まあ大谷さんも出るでしょうし筒子さんも出るでしょうしねであと、澤村投手がどっかで投げるかどうかっていうのもありますけども。 まあどの程度のね。日本人選手がまあ、4人は確実に出ると思いますのでね。まあ、どの試合を見るかとかね。時間帯によってかぶるかもしれませんけども、非常に楽しみな、えー、シーズンが始まると思いますのでね。皆さんも、えー、健康に気をつけて野球を楽しんでね。見た見てください。ということでね。本日は終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価コメントありましたらよろしくお願いします。では終わります。